どうなっている。重さ、威力、速度、すべてこちらが上回っているのに、なぜ攻めきれない。いや、お見事。その首七度は落としたつもりだが、未だついていようとは。西洋の棒振りにも術理はあったのだな。そちらこそ、小兵の技にしては見応えがある。小細工だけは達者のようだな。おうさ、力も気合もそちらが上。となればこちらの見せ場はうまさだけよ。その見えぬ剣にもじきなれる頃合いだ。今の打ち合いだけで、このサーバント剣技において私よりはるかに上か。では続きだ。いよいよ加減のやめ時だぞ、セイバー。シロ、どうか。上は上で思惑通りとはいかぬらしい。こちらも主の危機だ。手の内を隠す余裕はなくなったが、この後に及んでも宝具を明かさないのだな。主が未熟者である、その天運にかけているということか。良い信頼関係だ。これは生々かな手では崩せぬな。だがそれでは困る。通常の有利を捨てるのか。何のつもりだ。無名とはいえ剣に捧げた我が人生だ。死力を尽くせぬのなら、その信念力ずくでこじ開けようか。引けん。ツバメ返し。遅かった。